Wikipedia writes about the great deluge as follows 大洪水の物語は聖書の創世期に記されている他の文明の多くの神話の一つとして 聖書によれば次の世である、つまり神は大洪水によって地球を人類創造以前の状態に戻そうとした人間の悪行が理由でありそのためノアの箱舟を作らせたつまり大洪水はただの洪水ではないそれはまさに人間創造のやり直しであったことになる 聖書によれば人間の邪悪さが理由で神は洪水という方法で世界を破壊しようとしたというでノアとその家族やある動物たちとのために箱骨を作らせたそして人間を存在させるためそのような大洪水は二度と起こさないことを約束した多くの宗教学者たちは この物語は大部分は偶話的なものであるとしているがこの物語が真実であったということを信ずる人たちも多い少なくとも19世紀以来学者たちは科学的な調査結果と証拠によりノアの大洪水の物語は文字通り「 本当であるるはずがないいとしているそれは他の洪水神話と同じようにただの伝説と区分している。ウィキペディア百科事典これに対してゼカレ・シッチンの地球年代記シッチンによる宇宙行動地球年代記の 第6番目の本には次のようにあります。一部を翻訳して皆さんに紹介します。4万9000年前、延期とニンフルサグはシュルパックで統治するため、アヌンナキの人間の質を高めた。エンディルは それに対し激怒し人間の絶滅を決めたニビルが地球に接近することで巨大な津波が起こることに気づいたエンディルはアヌンナキに人間に対してそれから起こる大災難を秘密にするように誓わせた。 大洪水の後の出来事延期は延期はジュールス・ドラつまりノアを指導し潜水能力のある船を作らせた大洪水は地上を洗い流したアヌンナキは地球を周回する宇宙船から その破壊の様子を目撃していたエンリルは残った人間に種をまくことを許した高地で農業が始まった延期は動物を家畜化した紀元前 1, 1万500年、ノアの子孫は3つの地域を割り当てられたエンリルの息子のニムルタはメソポタミアが住居可能にするため山にダムを作り川の流れを整備したシナイ半島はアヌンナキによって宇宙空港として残されたモリア山にコントロールセンターが置かれた後に エルサレムとなるる。場所である紀元前9780年ラーつまりマルドゥックは遠起の長男であったがオシリスとセスの間でエジプトを分割して与えたセスはオシリスを排除しナイルの谷の支配を自分のものにした 紀元前8970年ホルスが第一次ピラミッド戦争を仕掛け彼の父のオシリスの復讐を果たしたセスはアジアに逃れシナイ半島とカナンを確保した世界中で急速に土に 生まれ化石化した動物や植物の報告が上がってきていますその中の一つをここに紹介しますノアの大洪水のような洪水を想定しないと説明がつかないものばかりです 急速な埋葬世界中で急速な埋葬の証拠となる化石が見つかっている例えば化石化したクラゲなどつまりクラゲのような軟体動物の化石が腐る前に化石化したような例が残っている普通死んだ動物や植物は 急速に腐り分解するものであるこうした多くの動物のしかも大量かつ体がねじれたような状態で残っている化石があるということは広範囲にわたって急速で激しい埋葬が行われたことを示している。 このような岩石の中で何層にもわたる地層の中で圧縮された形での化石を調べてみるとこうした化石が例えば何億年もかけてできたものではなくこれらの動物が急速にその場所に埋められたという強い証拠であることがわかるさらに言えば今日の岩石を形成しているところの沈殿物は 水によって作られたものである。それゆえにそうした化石があるということは世界的に動物や植物の急速な死と埋葬が行われていたという証拠であるつまりこうした化石はゆっくりとした変化もしくは進化によって作られたものではないという証拠である 私たち人間は今そこにある事実をあまりにも簡単に見捨ててしまっているのではないでしょうか。神話だ、偶話だとです。つまり作り話だとです。そしてそういった事実を自分たちの思考の外に置くことによって自分たちは常識人であると胸を張る。それだけならまだしも今そこにある事実に目を向ける人たちを 頭のおかしな人と決めつけてしまう。実は私はそこに人間が本来的に持つ傲慢さを垣間見る思いがします。分かりやすく言えば人間が本来的に持つおめでたさということになります。私たち人間が万物の霊長であり最高の存在であるとが本当にそうでしょうかまたそう考えてよいのでしょうかということで ここでノアの大洪水を取り上げてみました。冒頭で紹介しましたように、現在、アカデミック・ササイエティでは、あのノアの大洪水の話は神話と位置づけられています。学問的には、研究の価値すらない、つまり作り話とえ、実は私もごく最近までそのように考えてきた節があります。が、その一方で、古代の謎を解いていく過程の中で、 そううでではないのではななないいいいのかという思いが日増ししに強くなってきました。つまり作り話と片づけてしまってはいけないのではないかとむしろ事実は逆で私たちが作り話と思っている話の方にこそ真実が隠されている他方今まで私たちが事実と思い込んできたものの方にこそ嘘で塗り固められた作り話が隠されている とですでその後この動画の中でゼカレ・シッチンが解読した地球年代記の一部を紹介しましたシュメールに残る年度版の方にはその大洪水の歴史的経緯が詳細に書いてありましたニビルの接近によって地球上で大洪水が起きたとまで書いてありますがこれはどちらを信ずるか信じないかというような 単純な,選択,な選択の問題ではありません大切なことはその裏付けです裏付けがあるかないかということですで調べるまでもないことですが神話だと決めつけている人たちにはそれ以上の根拠はありませんわかりやすく言えば証拠がないから神話だと勝手に決めつけているだけ自分たちの無知無学を 神話という言葉で包み込んでごまかしているだけ。さらに言えば、常識という既存の土台の上で、私は常識人とあぐらをかいているだけ。がその一方で、ノアの洪水を裏付ける新証拠は近年になって次々と見つかっています。アンデスの山の頂上でそこにあるはずもない魚や貝の化石も見つかっています。 年代測定については曖昧な部分もあり、それらをノアの大洪水と直接的に結びつけることは今の段階ではできません。が、しかし、そのようなノアの大洪水のような大洪水を想定しないと、こうした化石がなぜそこにあるか、説明がつかないのも事実ということになります。で、今ご覧いただいているのが何度も取り上げてきましたニネベ定数です。ニネベ定数です。 10の60かける70という途方もない数ですがこの数字によって太陽系の惑星の動きのみならず銀河系そのものの動きも説明できますそんなニネベ定数がバグダッドの南のニネベという丘で発見されているのです空海が口にした私が空海定数と呼んでいる数字とも不合成があります他にもいろいろありますそのうちの一つを これから紹介しますが、インダス文明についてのものです。私が全く別の角度から検証してきた事実と、冒頭で挙げました地球年代記とがピタリと一致したのです。モヘンジョダルについての動画です。紀元前2000年頃、あのモヘンジョダルでは何やら大変なことが起きたようです。その大変なことが、ゼカリアシッチンの解読した地球年代記の内容と 一致したので、す。で、こうして事実を積み重ねていくと、先にも言ったことにつながっていきます。つまり、私たち人間は、今そこにある事実を、あまりにも簡単に見捨ててしまっているのではないでしょうか。と。広林浜祭ジャパン。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the sixth book of the Earth Chronicles written by Zekaria Shichin. Zekaria Shichin wrote about Indus Valley Civilization as follows Kingship in Shamir was transferred to Eric. Inanna was given dominion over the third region. Then the Indus Valley civilization begins in 2900 BCE, in the year of 2900 BCE. When I, Hiroshiyash, read this part of his book, I was really shocked as if I had been struck by lightning, since I have discovered exactly the same fact by myself in my own way and ladies and gentlemen this is why i decided to translate his whole ideas written in the sixth book of the earth's chronicles here on this occasion zekaria shichin is great zekaria shichin no 稲妻に撃たれたた。れかのような衝撃を受けましたその一文にはこうありました。シュメールの王権はエレックに移譲された。イナンナは第三地域の支配権を与えられた。その時インダス文明は始まった。紀元前2900年のことであると。イナンナ紀元前2900年え。つまり、 紀元前2900年にイナンナは第三地域とされていたインダスバリーの支配権を与えられたそしてその時インダス文明は始まったというのですゼカリア・シッチュンはシュメールに残るタブレットを解読してそうした事実をつかみましたがそこに書かれていたことは私林博士が実証してきた事実と一致したのです つまり私は全く別の方向からかつ独自の検証方法で同じ事実を把握していましたそのきっかけとなったのがインダスバリーで見つかった奇妙な土偶ですがそれについてはこれから説明することにしてその土偶がイナンナであることを証明しましたイナンナ一行は前に牛のような動物の頭で飾った奇妙な乗り物に乗って インダスバリーに現れていました。で調べてみると同じような顔をした土偶がインダス・バリーで多数発見されていることが分かりました。皆イナンナです。シュメールのイナンナ像のみならず日本の縄文イナンナの土偶とも顔が一致しました。ビンゴーです。でさらに私はそれらインダス・バリーで見つかっている土偶のうち 年代測定が確定している土偶を皆拾ってみました。全部で十数個ありました。でその後、その土偶を年表の上に並べてみました。するとそれらの土偶の制作年がですね、紀元前3000年,年から2500年までの間に限られていることが分かりました。紀元前3000年から2500年です。シチンが解読したタブレットによれば、 紀元前年でです。す。す。もう少し詳しし詳く説明しますここで重要なことはゼカレア・シッチンはタブレットを解読して紀元前2900年という年号を知ったということです。一方私はインダスバリーで見つかった土偶の製作年代を調べている過程でそれがイナンナであることを知りかつ紀元前3000年から 2500年という年号を割り出したということです。私とゼカリア・シッチンとの間には、全くつながりはありません。ゼカリア・シッチンは、2010年に亡くなっています。私が謎解きを始めたのは、その2年後の2012年です。しかも、ゼカリア・シッチンが、インダス・バリーの土偶の年号を調べていたということは、あれなくはありませんが、私がしたように、それを年表として、 表現したということは考えられませんこうした古代文明の謎の世界は言うなれば大,海原で,大海原ですその大海原でコップ一杯の水程度のつまりは私とゼカリア・シッチンがコップ一杯の水程度の同じ検証したとはとても考えられません偶然といっても同じ検証をするということは確率論的にもありえないことです が私はそうした検証をしてイナンナがイナンナがですよインダスバリーに紀元前3000年から2500年の間にやってきたという事実を、まあ、そういった結論を下しましたその年号とゼカリア・シッチンが解読したタブレットの年号が一致したのですそういった意味で冒頭で言いましたように私は稲妻に撃たれたかのような衝撃を受けました しかも繰り返しになりますが、いなんなです。どのようにして私がそのような結論を下したかということについては、続く動画の中で説明しますが、私はゼカリアシッチンのこの一文を読んだとき、こう判断しました。一度は全文を翻訳してみようとです。が、その地球年代記は45万年前という言うなれば、 ありえないい時代から始ままっています。その45万年前からこの地球はエイリアンの訪問を受けていたというのです。ニビルの支配者アラル王があの王に王座を奪われこの地球に逃れてきたとです。が一般の学説によれば人間つまりホモ・サピエンスの歴史は20万年前後前からといわれています。45万年といえばその2倍で以上です。 この途方もない年代に正直言って私は当初怯えてしまいました。俗な言い方をすればほんまかいなぁと。が年代を下るにつれて特にあの大洪水の後あたりから記述が細かくなってきます。そしてその紀元前2900年とやってくるわけです。インナンナプラスインダスバリーと。 それで私は繰り返しになりますが一度は全文を翻訳してみようとそれがこれから紹介する翻訳文ということになります少し長いですが一度は皆さんにも目を通していただきたいまあ文章だと思いますゼカレ・シッチンの古代文明観がこの地球年代記に凝縮されていますまたそれによってゼカレ・シッチンが古代文明をどのように把握していたかがわかります なお翻訳するにあたって神々の名前および地名の読み方には苦労しました全体に英語,英語式に読んで表記しましたまた部分的に地名なのか人名なのか判断できないところもありましたさらにできるだけ直訳をしておきましたから詳しくし検証してみたい方はその都度英文の方を参考にしてくださいなお この中でリージョンを私は時代と訳していますけれども、リージョンが地,地域ということになります。まあ、古代の神々はですね、この世界を第一リージョン、第二リージョン、第三リージョン、地域というふうに分けて、まあ、支配地域を考えていたように考えられます。その辺を、そこを訂正いたします。では、じっくりとお読みください。 Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Aliens War. Once upon a time, there broke out a severe war, most possibly a nuclear war, over Indus Valley. Indus Valley is. 上が原っパ、下がモヘンジョダロです。この辺り全体を総称してインダスバリーと言います。そして、これはモヘンジョダロの創造復元図です。かつてはですね、モヘンジョダロはですね、世界最古の都市として栄えていました。最近のまあ調査によりますとですね、モヘンジョダロはですね、まあ、古代の都市の上に、さらにその上に積み重ねられて。 作られているそうですそれがなんと7層にもなっているそうですね。そして戦争が起きました核戦争だったと言われています現在でも残留放射性物質が観測されているそうですでそれについてですね。ウィキペディアは、まあ、紀元前、まあ、2000年頃今から4000年ぐらい前にですね。大洪水でモヘンジョダロは滅びたと説明していますこれが 戦争の前の模ンジだろうですそしてこれが現在の模ンジだろうですで現在はこうした廃墟になっているわけですねでこの戦争は誰が誰としたかという問題なんですねそれを今日はまあそのと言いますか謎解きに挑戦してみたいと思いますで まず最初にインダスのイシュタールです。で、これはイシュタールと私は判断していますけども、まあ、こうしたテラコッタがですね、えー、インダスバリーでたくさん見つかっています。独特の、まあ、なんて言いますか、形と風貌ですね。ご覧ください。で、これは誰かですけども、以前あ検証しましたけども、イシュタールですね、豊穣の神、イシュタールです。 まあ、シュメールの、まあ、女神ということになるわけですね。で、今日はですね、この、これらが、まあ、今、はっきり分かっている、あの、年代、いわる、その、なんて言いますかね、作られた年代が、はっきり分かっているものだけを選んでみました。ランダムに選んでみました。で、そして、その、なんて言いますか、この年号をですね、拾い出してみました。 独特の顔ですね。頭が長くて、そして目がまあ、ゴーグルをかけたような目になっています。まあ、目が女神だということは、皆さんも見てお分かりになると思います。で、これらがですね。紀元前2500年から2000年頃に作られていると、そこでこれらのまあまあ、歴史をですね。調べてみたいと思います。 モヘン・ジョダローがです、ね、栄えたのは紀元前2500年から1800年頃ですからこの黄色い部分がモヘン・ジョダローの、まあ、最も栄えた時期ということになりますねそして今皆さんがご,がご覧にいただいたそのテラコッタをです、ね、こうして年代順に並べてみますするとですね大変興味深いことにモヘン・えー、ジョダローが、まあ、なてますか栄える前の にここううしたた像が作られとということですねそしてこの辺りで戦争が起きてモヘンジョダロは廃墟となるわけですそして現在のモヘンジョダロが右上のということになるわけですねそしてマコテさんがこんな楽しい、えー、土偶を見つけてくださいましたそのビデオはこのすぐ後に続け,続けておきますからご覧ください 正して、インダス・ヴァリーのメガミです。Hello, this is Makote and Hiroshihayashi, Japan.Cornhead Aliens in Indus Valley。みなさん、こんにちは。インダス・ガワの領域のですね、まあ、インダス・ヴァリー、谷ですね、のエイリアンが ほぼ誰であるかまた確定的ではありませんけどもそれが分かりました誠さんがですね「エンシャントオリジンズというまあ信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいましたこれがその記事なんですけどもその中にですね、まあ、まあこの中でですね実に奇妙なまあ乗り物について の紹介がありました、まあ、それを今日翻訳して皆さんにお届けしますけどもなぜこれが重要な意味を持つかというとですね今までそのインダース、まあ、文明を築いた、ね、エイリアンが誰であるかよくわからなかったんですねしかしこれで、まあ、ほぼといいますかわかったということですね、まあ、それを翻訳してみましたのでお読みください まあ、並行して話させていただきますとですね、まあ、要するにシュメール人、まあ、いわゆるその、いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、3人のエイリアンですね。1人はレプタリアン、もう1人はコンヘッド、でもう1人はトール・ワイトですね。 まあその他にいろいろな混合種といいますかヒューマノイドハイブリッド人間がいるわけですからまあそれは私はまだ把握してませんけども太古の昔地球にいたのはこの3人のいわゆるまあ3種類といったらいいのでしょうかエイリアンということは分かってきましたでその中でもですね特にインダス川 流域のエイリアンは分からなかったんですね。で、インダスあの文明の、まあ、そこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ、文字がですね、一致しているということは、まあ、これは考古学上証明されているわけです。まあ、私がずっと調べってきたところ、インダス側のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかですね、人間、 エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるってことまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インド、インダス側のですね、エイリアンが誰であるかってことについては、 謎のままだったんですねしかしコンヘッドということになりますとイースター島へその文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけれどもコンヘッドということになるわけですもちろんコンヘッドもは日本へも来ていました埴輪の中にはコンヘッドを思わせる埴輪が見つかっていますまあこうして古代の 地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、もも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘト、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかは、まだ謎のままですけども、ともかくも、 インダス・バリーにですね、コンヘイトが関与していたということが今回分かりました。まあ皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス側で発見された、まあ、実に不可解な土器ということになりますねあ、テラコッタです。まあそして、 あのエイリアの世界では男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですねあの。私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあ、どういうことですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前に、この乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あのー、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目が、ね、細くて長いこと体つきも非常によく似ていますねそれからあのボタンのような目のあを丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアンと見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そして、このシュメール人が実はインダス・バリーへも来ていたということになります。インダス・バリー、まああの、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そして、その中には整然と乗り組員が並んで座っています。 まあこれをその船であるとかっていうのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見えましたけどもバブリ、バビロニア、もう少しあの南の方を占めるというんですけども、バビロニアとインダスバリー。 距離はキロメートルまあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダースバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye. で、カッパドキアについて考えてみます。なぜカッパドキアかと言いますとですね、モヘンジョダロからカッパドキアへの角度がですね、正確に120.00なんですね。でまあ、この黄色い線を引いてみます。で、この線がまあカッパドキア。Google で引くカッパドキアとはややエラーがありますけども、ここへやっていきます。まあ、カッパドキアというのはですね、まあ、この辺り広い地域をいうものですから、 あの点を取るのが難しいですね。まあ、ともかくもこれが120.00でやってきたあの線です。で、ここにですね、大変奇妙な山といいますか、丘があります。で、この丘がですね、まあ、当初大変気になりました。今も気になっています。で、これをですね、まあ、見方によってですね、このように見えるわけですね。で、これが、このまあ丘といいますか、形がですね、えー モヘン・ジョダロの廃墟の塔と大変よく似ているわけですね。で私はモヘン・ジョダロの塔はですね、上のカッパ・ドキアのこの、まあ、丘にヒントを得たのではないかと考えています。という関連性もある,あるわけですね。で、カッパ・ドキアはですね、まあ、6世紀後半にあの、まあ、作られたと。まああの 入居が始まったということでしょうか、よく分かりませんけれども、とにかくカッパ・ドキアの歴史は、紀元前6000期ごから始まるということなんですね。でそうしますと、あのモヘン・ジョダロとの間に1000、まあ、年近いあの間がありますからね、モヘン・ジョダロとカッパ・ドキアを直接結びつけることはできませんが、ただ言えることはですね、カッパ・ドキアが、まあ、迫害されたキリスト教徒たちがやってきたという話は嘘ですね。なぜならば、このトルコ全体はですね、ミトラ教の本拠地なんですね。 で、結論から申し上げますと、というか結論になるわけですけどもね、まあこうして戦争が起きたわけですね。で、まあここで、あの、先ほどあの、コンヘッドと言いましたけども、レプタリアンの方が正しいと思います。で、レプタリアンと、では戦った相手は誰かというと、当然トールワイトということになりますね。そして、まあトールワイトがこの辺りから地球に、まあ、現れたということに、というふうに考えていいのではないでしょうか。 まあ続くビデオの中でもあのコーヘッドと言いますけども、あとあディプタリアンのまあ間違いということになります。そのううことを理解の上どうかご覧ください。Thank you very much and see you again next time. Bye. Hello, who is this goddess in Indus Valley? Makoto Tube Store, Taka in Tokyo and Hiroshi Hayashi, Japan. このインダス文明の女性、女神は誰なのかというテーマで、えー、結論を出しておきたいと思います。これが1114号で紹介しましたインダスバリーでですね、最近発掘されました、実に奇妙な、なんて言いますか、テラコッタなんですね。でそれについて、 エンシャント・オリジンズという、ね、ホームページがありますけども、まあ、大変信頼の受けるホームページ、専門的なホームページですけども、紹介されています。で、ここにはですね、一列ごとに男、女、女一番先頭が女ですね、女、男、女、男って並んでいるわけです。という解釈ですけども、ひょっとしたらこれ、2列目はだあの人間ではないかと思うんですね。であの男あの いわゆる男女という区分けしてますけども、男と女でこんなに顔頭の形が違うはずがありませんのでね、まあ、これは私の解釈です。で、ここにいるのは間違いなくあの超頭人間です。そして先頭がですね、牛の形をしてるんですね。そして一番後部座席にいわゆる女神らしき、まあ、女王が座っているわけですね。4人の、まあ、アテンダントに囲まれています。で、これは誰かということですけども、実は分かりきったことなんですけどもね、一応、か 説明ししておくことにいたします、えー、頭の長い女性がいますね。でまずあの検証1を一応していますけども、これが今あのお見せしました超等人間で、くちばしのような花というふうにあの説明にはしてあります。でこれは右の方はシメールの女神ですね。えー、日本にもこのタイプの女神がてかあの人が来ていますで。右の方がシメールですけども、 一致しましまたね、ね。顔が、ね、でここで注意したいのは、ですね、あのー、この乗,組乗っている人と、まあ、シュメールの神って一致したんですけども、もう少し詳しく見ますと、ここに丸いボツボツがついてますね、ボタンのような大きなバッジのようなものがねで。これを調べてみますと、シュメールの神にもそれがっていかついてるんですね。まあ、ちょっとあの分かりやすいので選んでみますと、この神のすぐ前に座っているこの男性と言われている像なんですけども、 えー、やっぱりこう、ボツぼつと言いますかね、ボタンのようなものがついていると。で、右の方がメストプタミアで、これがチ、ね、ューブスターさんが発見して、送ってくださった写真ですけども、やっぱりこの丸いものがついているですね。しかも4つついているというのも気になるんですけど、まあ3つか4つついているわけですね。で、鼻がの鳥のくちばしのようになってた頭に大きな帽子をかぶっていると。まあヘルメットっていうふうに考えた方がいいわけですよね。で、 まあ、そして並べてみますと、これにいたのが、まあ、レバノンでも見つかっているわけです。でこのレバノンあの、これは前にも精査しました、そのビデオは後につなげておきますけれども、まあ、三角のハイレグパンティーを履いていると。まあ、そういうことなんですね。で、このハイレグパンティというのが一つの決め手になるわけです。いわゆるイスタール・イナンナはハイレグパンティーを履いていました、えー。ニコシアで発見された像も、世界レバノンで発見された像も、ハイレグ三角パンティーを履いています。 そしてこの比べてみますと頭もよく似てる鼻もよく似てるということで、まあ、この二人はですね一致するわけですね。そうするとあのただ注意したいのはですね人間の顔をしているから人間っていうことじゃないですよ。あの仮面お面をかぶってますからあの。エジプトの王たちもみんなお面を一体的にはお面をかぶってましたからね。で、これが、あの インドグリークミノニアンで発見されたものだということになっています。まあ、ともかくもこうして並べてみますと、これ一番この像は、このそのものはですね、インダスバリーで見つかっています、テラコッタです。いわゆる素像ですね。で、こう並べてみますと、ぐるっと並べてみますと、それぞれが一連性があるということをおわかりになると思います。まあ、言うまでもなく、この一番左の船に乗って船というか、あの 宇宙船にに乗っていいるのはインダあのイナンナ、ンタールととうこなります。それでもう一回、あのイスタール・イナンナについて、いわゆる法上の神と言われていますね。これは間違いなくイナンナの像です。ごく最近発見されたんですよ、これね。そしてこれが、まあ、昔からというか、あのペルシャ行ったり広,広まっているイナンナ像です。そしてこれが縄文・ビーナスと言われている日本の地の下で発見された像です。これはみんな同じものだ。 同じものですね。あのー、今紹介します。それで奇妙なことにですね、おへそにみんな、こう、なんかこだわってるというか、大きなおへそしてるんですね。あのおへそを強調してるわけです。あの日本の縄文ビーナスも、おへそをですね、他の部分はあの非常に粗く作,作ってあるんですけどね、あのー、おへそにこだわりが思っているということです頭を見てください。同じでしょで縄文ビーナスと、手れから一番右のイスタールも同じですね。頭がヘルメットかぶっています。それから三角,パン三角パンティをみんな履いております。 でまあ、こういうふうにこう並べてみますと、まあ,あの、なんて言いますか、あの、イシタール、イナンナがどんな格好をしてたかっていうか、姿であったかってことはわからないです。これはあの、仮面をかぶ、仮面の女王って、まあ、同じく血の下で見つかったものですけども、これもあのイシタール、イナンナ,イナンナですね。これも順番に説明してますと、みんなバビロニアで見つかった像ですけども、コンセプトは同じですね。そしてこの肩を見てください。あの、仮面をかぶった女王も肩は広くてちょんちょんと折れ曲がってますね。 これがあの特徴なんですね。そして同じようにこうバビロネで見つかった像を並べてみますと、今度はカクンカクンとした方、関節は一つ多いんじゃないかと思いますね。そしてあの鳥のくちばしのような花、そして顔。 それから髪の毛の毛作り方それからここで、ね、赤ちゃんを抱いているんですね。鳥の赤ちゃんです。そしてシュメールの髪もあの人間ではない子供を抱いています。こういうふうにつなげていきますと、順番つながっていくんですね。そしてシュメールの髪、一番左がシュメールの髪ですけども、顔が一致するわけです。さらにですね、これがイタール・イナンナですねあの。これはイナンナ像、あれイスタール、ね、あの地域によって、ね、あの名前の呼び方違いますが、イナンナというのはあの まあこ,のかこの人はですね、エンリル・エンキーをおじいちゃんに持つ孫娘なんですね。であの、頭を見ていただくと分かりますように、やっぱりここでも一致するわけです。そして、ピンク、ピンクって描きましたけどもね、三角パンティーを履いていると。まあ、ピンクってのは私のイメージです。で、結論から言いますと、変なこと言いましたね。ごめんなさいね。あのこれ、インダス・バリーのテラコッタですけども、あのインダス・バリー、も比較するまでもないですね。 これと先ほどの女王と一致するわけです。あのイ,インダスでもこれは豊条の女神ということになっています。とひょあの紹介されていますね。イコール、えー、この女性だということですなわち、牛の頭を持ったあの宇宙船に乗ったこの女神、あるいはあの女王はですね、一番偉いと思われる女王は、 Uh, イスタール・イナンナであるということになります。ナーチ・インダスバリーもイスタール・イナンナの管轄化にあったということになります。Uh, thank you very much for watching and see you n e x t time. Bye! 続くビデオをどうかご覧ください、えー。よろしくお願いします。Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi and Taka in Tokyo, Japan.Today's story is about the mystery of the Queen with a Mask. Who is she? And where she? she from? is is And the mystery of suit. 皆さん、こんにちは。今日の物語はですね、仮面の女王の物語です。彼女は誰なのか、どこから来たのか、そして謎のハイレグパンティの話です。話です。これがまああの仮面の女王ですね。長野県茅野市で発見されました。まあ、これは大変な発見物だということはもう間違いありません。 でその前にですね、私はあのいわゆる爬虫類人間を調べてみました。えー、この女性,女性というかね、この甘味というか、あ,のあの土偶が誰であるかということを皆さんに話しする前に、ちょっとその前段階ですけども、まあ、こうしたその土偶がですね、日本だけではなくて世界中で発見されているんですね、特にバビロニア、ペルシア中周辺ですね、で発見されています。で、この、えー、私はめですね、あの まあ、あの初めに仮面の像を調べるときに、その外振りを見るためにこうしてそのいろんな像を集めてみたんですね。そしたらまあいろんなこの像があることが分かったんですけども、も途中で気がついたんです。えー、皆さんお気づきですかあの、まあ、こ,これはみんなあのバビロニア、ペルシア周辺で見つかっている、えー、土偶ですね、日本的に言えば。土偶像なんです。カレフィギュアですね。 で、ここまで来たときに、私はタカさんからの投稿を思い出しました。タカさんはですね、このようにおっしゃってます。まあ、あの、みんなですね、ハイレグのパンティーを履いてるって言うんです。まあ、まあ、本当に考古学には、あの、つかわしくない言葉ですけども、あミスマッチしていると。で、確かにその、タカさんが送ってくださった写真を見ますとですね、ハイレグパンティーを履いてるんですね。私これ、初めはあのピュービックヘアかと思ったんです。ヘアかと思ったんですけども、途中から見てください、パンティー。 パンティ、パンティ、ハイレグパンティー、ハイレグパンティーズ、ハイレグパンティ、ハイレグパンティ。みんなハイレグ入ってますね、確かに。驚きましたね。ということは、これがね、重大な謎解きの鍵にな,ることなったんですね、まあ。ハイレグパンティーですね。英語ではハイカットスーツって言いますけども、うん、バビロニア、ペルシャへ話を戻しますと、これが今言いました、バビロニア、ペルシャで見つかっている土偶です。 でこれが誰かということなんですけども、順に比較してみますと、これはあの右の方は、いわゆるそのシュメールで見つかっている爬虫類型人間、リザード・ウーマンですね。胸が大きいですから。で、並べてみますと、みんなハイレグパンティーを履いているんですこう。もうこれで分かりましたね。これらの像はみんな、いわゆるシュメールの女神を、まあ、シンボルなんですよね。女神のシンボルがこのハイレグパンティーであったというわけです。 高い東京さん、どうもありがとうございました。先日は大変失礼なことを申し上げまして、すみませんでした。で、これはですね、あのー、まあ、あのー、今言った、爬虫類型人間、リザードウーマンですけども、この肩に特徴があるんです。この肩がカクンカクンとね、人間のような撫で方ではなくて、真横に伸びてストンとしてますね。いわゆる関節が一本多いように見えるわけです。で、これはあのー、日本の土偶ですけども、 道具ですね同じような肩をしているということに注意してください。これも日本の道具です。群馬県で見つかっています。この肩に私は注目してみました。これはチューブスターさんが探してくださったいわゆる道具ですけども、やっぱり肩に特徴がありますね。カクンカクンと曲がっています。これもそうです。これがまあ仮面の女王ですけどもね。 肩を見ててください。カクンカククンンと来てますね。これで一つのヒントが出てきたわけです。後であとでもう一回言いますか。それからあのこれが青森県で見つかっている道具ですけども、やっぱり肩に特徴があるんですね。嫌に肩が広いと言いますかね。縄文人たちは想像力であの道具を作ったわけじゃないですね。見たものを作ったのです。 そそここににに見たたもののののを一生懸命に残残うとしたんです、ね、これ仮面の女王ですすすねれはけど右の方にバビロニアの像が残っていますやっぱり肩、それからコンセプトが同じですね。頭を見てください。三角形でしょで、日本だけで見てるとね、これはの三角形のマスクに見えますけども、これ右もバビロニアで見つかっている像なんですけども、やっぱり肩がカクンカクン、頭が三角形です。まあ、こうしてあの世界のまあ土偶とつなげていますと、日本の土偶が浮かび上がってくるというわけですね。 でもう一度比べてみてください。バビロニアと、それからこれ、こ、まあ、両方ともバビロニアですね。椅子に座ってるんですよ。これ。三本足じゃなくて。よく見てください。で、椅子に座ってる。これがまあみんな椅子に座ってるバビラロニアの像ですけど、やっぱりコンセプトが同じなんですね。はい。三角形の頭に、まあ、こういうことなんです。まあ、群馬県のあの道具も素晴らしいですが。そして、 比べてみますと、やっぱりカクンカクンと、みんなの一様にあの,にあの角ばった方、それからあこれは地ザの、チリの地ザの地上絵ですけど、やっぱり角ばってる。で、まあ、同じように角ばってるということを皆さんあの見てください。頭が三角形です。で、あの三角形の頭は何も日本だけにあるわけじゃないですね。そして丸,い丸っぽいのもあるんですね。で、これも椅子に座っているという意味で共通点があります。 で、今皆さんに見ていただいているのは、仮面の女王がですね、えー、バビロイナにも同じものがあるということなんですよね。そこにまあ注意してください。そして、そのコンセプトが同じであると。で、頭は三角であると。で、結論になりますけども、結論をお話します。まあ、順に見ていくと結論が出てくるんですけども、これが仮面の女王です。誰なのか。 どこから来たのか、男なのか、女なのかも、女だって言ってしまってますけども、これが仮面の女王です。そして、この肩を見てください。頭を見てください。つながりますね。そして、今度左行って、やっぱり肩もつながりますね。これは日本の道具。上は上はシメールの女神です。あー名前はわかりません。この今はね。右、左、左来てコンセプトが同じだと。そして、ここでですねあの、まあ、鳥のような頭の人間が出てくるわけです。 で、ここでですね、あのなんでこれが2つがくっつくかと言いますと、パンティーなんですね。皆さんよくご覧ください。あ、この前に赤ちゃん抱いてますからね、あのそれでつな,つながっていくんですけどもねあの、赤ちゃん抱いてるでしょ。そして、あのこれら女神であるということがこれでわかるわけです。そして、シュメールの女神とつながっていくと。そこで、タカさんが教えてくださったように、ハイレグパンティーが、まあ、この謎を解く鍵になるわけですね。そこで、この、 戻りますけどもこのパンティーをもう一つ注目してみてください。パンティ、パンティ、パンティーですね。つながってますね。しかもですね、このパンティーというのがですね、特徴がある、いわゆる,いわゆるハイレグパンティー。で、なんですね。そしてこのシメルの髪とつながっていく。で、さらにですね、ここでイシュタールと結びつくんです。イシュタールもハイレグ三角のパンティーを履いています。 これが結びつかなかったものですから今まで苦労しましたけども、シュメルの神というのはまさに皆さん、イスタール・イナンナだったんですね。イナンナです。シュメル語でイナンナです。そして、このイナンナは、イナンナ、イナンナこれははっきりしてます。真ん中の土の像。そして、日本で縄文ビーナスとなったわけです。わかりますかこれでつながりましたね。 ということで、縄、え、文、ー・ヴィー,ーナスから、それから、あのー、三角頭の、えー、仮面の女王、そしてシュメールの女神、そしてイナンナ・イシュタールとつながっていったわけです。まさに、なんて言いますか、あのーはい、ハイレグがですね、ハイレグ・パンティがその謎を解くといいますか、つなぐ重要な鍵になったというわけです。ではもう一つの事実をお教えしましょう。 まあ、これはのシュメールの、あの、今言った、イスタール。これ、ごめん、シュメールじゃない、あの、イスタールってことははっきりしております。これイスタールの像だってなってます。で、その説明がですね、えー、面白いですね愛。愛らしくも恐ろしいと。それで、この世のとも思われない白い肌と、燃えるよな赤い目を持っていると。で、彼女は右手で招いたら、ね、それを拒んだらね、もうすぐまあ殺されてしまう,うわけです。さあ、この兵、イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょ イナンナンを見てください目とおへそに特徴がありますでしょそして縄文のヴィーナスもどういうわけかおへそだけは強調してありますね。他の部分はなおざりになってますけども。これはペルシャで見つかった先ほどあのあの見せました像ですけどこれはみんなイナンナですね。共通点はおへそが大きいということです。おへそが大きいということですね。レプタリアンはここでセックスをしたんでしょうかというようなことで考えてしまいます。 Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about a queen with a mask. I say, sort of a collection of uh, facts is not archaeology. We have to weave a kind of logical theory Among アマンフロンディス fact, Here is one example I can show you what is the theory and what is the logical theory for r c o l o g y i n Japanese, これは地の下で発見された道具ですね。仮面の女王と呼ばれています。でこれが今回、まあ国宝に指定されたということなんですね。でこのまあ これが仮面をかぶった女王であるならば、縄文時代に女王がいたという証拠、それから縄文時代に仮面があったという証拠を見せなければなりません。まあ、そういうことをさておいて、どうして仮面の女王ということになるのでしょうか。仮面が、あるいは三角形の仮面がですね、今までに発掘されたということがあるのでしょうか。今言いましたように、縄文人は仮面を何かの理由のために使っていたのでしょうか。 なあちこれらはただの事実の寄せ集めにしかすぎません大切なことはこうした事実から論理的な理論を引き出すことですではここで私は一つの例をお見せいたしましょうこれはパーティアムナショナルパークですねタイですこのパーティアムナショナルパークには奇妙な壁画がありますここに、 手の模様がいいいててることに注意してください手を置きその上に何らかの方法で着色したわけですね。これと同じものが実はフランスのラスコーで見つかっているのです。同じものです。同じ色です。同じ書き方なんですね。これがラスコーで見つかった手の模様です。同じように手を置いて同じような方法で同じような色で そして数千年の時々の流れを経て今に残っているわけであります。さらにあります、これはアルゼンチンにクエバデラ・マヌスというんですかね、にあるまあ谷ですけども、そこにも手の形が残っているんです。手を置き、そして同じように着色しているわけですね。そしてこうした手の文様がザラザラっとあるわけです。これを偶然の一致というでしょうか。 もう一度並べてみます。これがパーティムです。タイです。東南アジアのタイです。これがラスコー、フランスです。そしてこれが今言いましたアルゼンチンのクワエバ・デ・ラ・マノスです。比べてみてください。これを皆さんはただの偶然と言うでしょうかまあいいでしょう。では次にこれはラスコーの 今お見せしましたフランスの壁絵です有名ですねこれと同じものがタッシル・ナジールにサハラのタッシル・ナジールにあるんですもしまあ見慣れた方はこれ区別できますけどもそうでない方にはこの絵を区別することはできないと思いますこれがラスコーの壁画ですね壁画ですねそしてこれがタッシル・ナジールの壁画です さらによく似た図が見つかっているんですよ。それは後でお見せしますけども、バババハパハっていうんですかね、パハっていうんですけども、メキシコのカルフォルニア半島で見つかっております。もう一度これを比べてみましょう。もう一度タイの、タイへ戻っています。これがパーティの洞窟ですね。先ほど言いました、ここにこの絵が残っているんですね。 で、この絵を注中深く見てください。頭が三角形になってますね。パーティムケー部です。パーティムっていうんですかね、日本語では。頭が三角形です。みんな仮面をかぶってるんでしょうか。さあ、これがホーリーゴーストですね。何度も取り上げてきました。アメリカ、USA の北部ですね。ホーリーゴーストです。これがパーティムの 壁画です。これがホーリーゴーストです。やはり同じ手法で同じように描かれてるんですね。多少もあの形っていうか絵は違いますけどもこれも偶然なんでしょうか。さあ今度はこれはあの地座地理にある、まあ、てますか私は落書きだと思ったんですけどもこれ石であの石大きな、ま、3 0ンチから4 0ンチに石を置いて作った絵なんですよ。描いた絵なんですよ。 さあ、ここに犬の絵がありますね。まあ、犬かキスネか何で見いいですけども、まあ、犬というとすぐにあのクレームがついてくるんですね。まあいいです。こういうものがあります。これは下が、右の下がホーリーゴーストです。反転していますと同じだということのお,お気づきになると思います。ナーチ、チリとアメリカの北部と同じに同じ絵があるということなんですね。これも偶然なんでしょうかもう一度、タイのパーティムに戻っています。先ほど言いましたように、ここには三角形の 頭をした人間が描かれています。これがパーティムですね。さあ、ここに注目してください。さあ、これが先ほど長野県の地主で、まあ、今度国宝に示さ指定される、まあ、指定された土偶なんですね。仮面だそうです。女王だそうです。 さあ、比べてみてください。百文は一件にしかす。Saying is blaming. これも偶然なんでしょうかさらにまだ続きます。これはバハです。パハですかね。メキシコのパハの壁画です。これがラスコーの壁画です。区別がつきますか私には区別がつきませんね。 これがペルーの竹原というんですけど、あのスペリング分かりませんでしたから竹原と書いてきます。パパ竹原の壁画です。これも偶然でしょうか皆さん、区別はつきますかさあ、これが泳ぐ人ですね。タシル・ナジエルの有名な泳ぐ人です。この泳ぐ人を見てください。足に注目してください。足ということは客ですね。足に注目してください。これを立ててみます。 いいですか丸い頭でしょち血の死のこの土偶部ですね、横から見ると頭丸いんですよ。足を見てください。太いでしょこれも偶然なんでしょうか明らかにパワースーツを着るってるということなんですね。まあ、この仮面をかぶった女王がですね、仮面、女王。はい。それがいかに まあおかしなネームであるかこの続くビデオを見ていただけると分かります。要するに、これらからですね、論理的な理論、論理を、いわゆるそのロジカルな論理を引き出すということなんです。では、私の論理的な理論をお見せしましょう。これがパーティムです。タイですね。これは、あのグーグルアソージパーティムで引いたところから点を取りました。チノシも町の中心部ですね、これは。 に点を取りました。Google でそのままの地,地点を取りました。場所がわかりませんでしたから Google で取った地点です。今度はパハです。カリフォルニア半島にある。まあ、メキシコですよ。ここはあのカルメあのカパパ,パハです。そして今度は作業でいました地上へで有名まあ有名てかこれ私初めてあの自分で発見した時い自分で発見したと思ったんですけどそうありませんでしたけどもこれはチザです。線でつないでいます。これらすべて ていうかほぼ一直線上にあるんですね。これが私の理論です。すなわち、こうした図はですね、明らかにこうして空を、宙を自由に飛ぶことができた人によって、指導され書かれたということなんです。もっと言いますと、人間は見たものを作り、見たものを書いたのです。これが私の理論です。 これはもう偶然ではありません。繰り返します。人間は自分の目で見たものを書き自分の目で見たものを作ったのです。遊びやお祭りやそういったもののために作ったのではありません。未来の私たちのような人間のために懸命にその記録を残そうとしたのです。続くビデオを見てくだされば、それがわかります。これが私の理論です。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshia h y a Shihama m a s e di Japan. I can show you a conclusive evidence that aliens were here in Japan in Jomon period.、Uh, 今日は皆さんに Jomon 時代にエイリアンが日本へやってきたという決定的な証拠をお見せいたします。東京に住んでいらっしゃいますタカさんという方がですね、2枚写真を送ってくれました。 これは私にとっては大変衝撃的な写真でした。今までの謎と謎をつなまさにつなぐ写真だったんですね。この2枚の写真です。これが前から見た土偶の姿。これが後ろから見た土偶の姿です。私はこの写真を見たときに、息を、を、う、何、ん、て言いますかね。息が。 止まりまりしたねなぜならばこれと同じものをですね私は先日山梨県の井戸尻博物館で見たからですこれは甲府の山梨県立博物館で見た道具なんですね ABC としておきますこの C は3本指ですそして鱗がありますね並べていますこれが A と B ですね 背中を見てください。同じですね。もうどう同じか、皆さんもう説明は必要ないと思います。b の方は土器ということになっております。左の方は土偶ですね。土器で土器になってるんですよ。そして今の a の表の方を見てください。で、右の方は甲府の山梨県立博物館にある道具です。 片隅でますか、陳列台の中の片隅の方にひっそりと置かれておりました同じですねすなわちタカさんが送ってくださった写真はですねこれら土具土器の謎といいますか間をつないでしまったんですこれ A の正面図と背面図ですねそして B の背面図同じですねそして C の顔、A と C の顔は同じですね。もう一度よく皆さん確かめてください。これで三者がつながりました。ということは、これらはエイリアンだということなんです。三本指のエイリアンです。井戸尻高校館ではですね、カエルと説明しておりますが、もうカエルでないことはこれで明らかです。カエルではありませんよ。で、 これに一番近いエイリアンというとシュメールのエイリアンです。肩幅を今見てくださったとおりなんですえ。続くビデオはもう何、えー、て言うんすか決定的になって言うんですかもうこれでどんはですね。Hallo! This is Makote and Hiroshihayashi, Japan.Con-headed aliens in Indus Valley. 皆さん、こんにちは。インダス川の流域のですね、まあ、インダスバリー谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけれども、それが分かりました。マコテさんがですね、Ancient Origins という、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。 これがその記事なんですけどもその中にですね、まあ、まあこの中でですね実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました、まあ、それを今日翻訳して皆さんにお届けしますけどもなぜこれが重要な意味,意味を持つかというとですね今までそのインダース、まあ、文明を築いた、ね、エイリアンが誰であるか よくかからなかったんですねしかしこれでまあほぼといいますか分かったということですね、まあ、それを翻訳してみましたのでお読みくださいまあ並行して話させていただきますとですね、まあ、要するにシュメール人、まあ、いわゆるそのいろんな説がありますが大きく分けて 私が今のところ把握しているのは3人のエイリアンですね。1人はレプタリアン、もう1人はコーンヘッドで、もう1人はトール・ワイトですね。まあその他にいろいろな混合種といいますか、ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあそれは私はまだ把握してませんけども、 太古の昔地球にいたのはこの3人のいわゆるまあ3種類といったらいいのでしょうかエイリアンということは分かってきましたでその中でもですね特にインダス川流域のエイリアンは分からなかったんですねでインダスあの文明の、まあ、そこで発見されている文字とですねいわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ、文字がですね一致しているということは まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと喋べってきたところ、インダス側のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかです、ね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていっているということまでも、まで私は 証明いたしましたでしかしインドインダス側のですねエイリアンが誰であるかってことについては謎のままだったんですねしかしコンヘッドということになりますとイースター島へその文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけどもコンヘッドということになるわけですもちろんコンヘッドもは日本へも来ていました 埴輪の中にはコンヘッドを思わせる埴輪が見つかっていま,すまあこうして古代の地球はですねまさにエイリアンたちのうごめくといいますか活動する地球であったわけですまあもも地球の支配者はエンリルですよね、まあ、それは間違いありません。 エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘット、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかはまだ謎のままですけども、ともかくもインダース・バリンですね、コンヘットが関与していたということが今回わかりました。まあ、皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス側で 発見された、まあ、実に不可解な土器、まあ、ということになりますね。あテラコッタです。まあ、そして、あのー、エイリアの世界では男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですね。あのー、私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあどういうことですけども、ではその乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あのー、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目がね細くて長いことで体つきも非常によく似てますねそれからあのボタンのような目のあ丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアントを見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そしてこのシュメール人が実はインダス・バリーへも来ていたということになります。インダス・バリー、まああの、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そしてその中には整然と乗り組員が並んで座っています。 まあこれをその船であるとかというのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見ましたけどもバブリ、バビロニア、もう少しあの南の方を占めるというんですけども、バビロニアとインダスバリー。 距離はキロメートルまあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダースバリーのエ,エリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye!